知らなかった。給油口が統一していないわけ。こんにちは、020です。今回は車の給油口についてご紹介したいと思います。皆さんが乗っている車の給油口は左右どちらにありますか？なんなら私なんかはペーパードライバーなので、いつもスタンドで間違えて停車位置を直したりします。なんで左じゃないねんと毎回思いますが、今回はその理由についてご紹介いたします。左右決められていない理由。実は給油口が左右決められていない理由はマフラー位置と関係がありました。道路運送車両法第18条7項では、給油口とマフラーの配管は300ミリ以上離すよう決められていて、マフラー位置で給油口の位置が決まります。なので、マフラーの反対側に給油口を設置します。もし高熱を持つマフラーにガソリンがかかってしまうこともありえ、火災の原因ともなるので、それを防ぐための目的があります。じゃあ2本出ているマフラーは？おしゃれな車にはマフラーが2本ついていますよね。この場合は、配管がどっち寄りにあるのかによって給油口の位置が決まります。そして、配管をどちら寄りに取り付けるかは、メーカーに任せているそうですね。メーカーによる違い。マフラーと給油口の位置を決めるのは、メーカーそれぞれ考え方に違いがあります。日本では給油口は、歩道と反対側についているのが望ましいという考えのメーカーが若干多いようで、ホンダ、マツダ、トヨタなどは基本的に給油口を左側。しかし、スバルや日産は車両構造などやデザインの理由から右側に設置し、メーカーの考えの違いがわかりますね。しかし外車はメーカーで毎回きちんと統一されていて、ほとんどのメーカーが給油口を右側に設置し、歩行者から離れた位置にマフラーを設置するような車作りがされています。なぜ位置を統一しないの？私が冒頭でも言ったように、なんで給油口の位置を統一しないのか。日本のガソスタは地上の給油機からホースが出ているタイプで、全部の車が同じ給油口にあると片っぽの列のみ混雑してしまうからだそうで、給油口が左右バラバラであれば効率よく給油ができるということですね。いかがでしたか？私のように文句を言う方がいると思うのですが、給油口を統一しない方が今のところはいいということですね。レンタカーを借りた時は給油口やマフラーを先に確認しましょうね。最後に、最近見つけた面白い動画をご紹介します。VR を本気でやっています。また明日。最後までご視聴ありがとうございました。